皆さんこんにちは。賃貸の不時オリジナルキャラクターのマカツくんです。本日はミゾンアンテルの7という物件の方に来ております。まずはこちらが玄関スペースとなっております。こちらの玄関にはこのようなシューズボックスがついておりますので、とてもスッキリと使っていただけるような形になっております。そして、キッチンの方がこちらですね。シンクと一口の IH コンロがついておりまして、下にはですねこのようなミニ冷蔵庫がついております。また、下の方とこちらの上に収納がついておりますので、食器類などもこちらでしっかりと収納がしていただけるようになっております。そして、反対側こちらがですねユニットバスとなっております。トイレ、洗面台、お風呂になっておりまして、真ん中にはこういう感じでね、鏡もしっかりとついておりまして、シャワーカーテンもつけていただけるようになっておりますので、ご入浴も快適にしていただけるようになっております。そしてお部屋の方がこちら8畳ございますので、大きなね、家具なんかもしっかりと配置がしていただきやすいようになっております。またセキュリティ面としまして、こちら、モニター付きのインターホンがついておりますので、しっかりとお顔を確認してご対応がしていただけるようになっております。またこちらオートロックもついておりますので、しっかりと顔を確認してですね、こちらの解除ボタンを押してあげるという形で、防犯対策もバッチリの物件です。そして、収納の方なんですけれども、こちらにございます。下の方にですねこういった引き出しタイプの収納、上にはハンガーパイプついておりますので、お洋服もかけて収納がしていただけるようになっております。そしてですね、こちらの照明の方とエアコンはすでにつけていただいておりますので、最初の費用も抑えられて嬉しいですね。そしてこちらのお部屋は東向きのお部屋となっております。しっかりとですね、お洗濯物もこういう形で干していただけるようになっております。朝から火が入る爽やかな明るいお部屋となっております。最後にマカス君よりお知らせがございます。奈良のおもてなし奈良おるこ賃貸の先では、広告キャンペーン、ネット予約サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。